ラジオネームパスタの地上絵原案加賀屋の自由律俳句ミニコント、どんな髪型にしますか。はい、こんな感じでお願いできますか。スティーブ・ジョブズお好きなんですか。いや別に、スティーブ・ジョブズが好きとかではないんですけど、はい、その待ち受けにしてて、はい、ただいいなっていう、そのなんかやってみようかなっていう、そういうだけですね。はい、そうなんですね。はい、じゃあすいません、首元失礼します。こちらタートルネック少しだけ下げてもいいですか。タートルネック、はい、はい、すいません、ありがとうございます。いやでもメガネもお似合いですし、本当スティーブ・ジョブズみたいでかっこいいですね。スティーブ・ジョブズみたいで、別にその見たいっていうのは分かんないんですけどね。お仕事何されてるんですか。そのアップルのスマホっていうか、アップル、本当にそうなんですか。いやそのデジタルデバイスっていうか、そのアップルのあれですね、はい、ライトニングケーブルとか売ったりしてます。なんですか。ライトニングケーブル。そうです、アップルのライトニングケーブルとか。あんまりよくわかん、でもアップルで働いてる人初めて会いました。アップル、厳密に言うとあれなんですけど、はい、はい、厳密に言うとあれなんですけど、はい、じゃあ関連会社みたいなことですか。そうですね、はい、はい、スリーコインズ。スリーコインズ、なんかアップルスリーみたいな、アップルスリーコインズ、アップルスリーみたいな、アップルスリー、はい、どこです。そういうのがあるんですね。じゃあすいません、失礼します。ありがとうございました。それではこちらお会計が、1000円です。美容院で小さな嘘を重ねる加賀屋の鶴の間。こんばんは、岡山県出身加賀屋の加賀翔です。今週も1週間よ頑張りんさったね。今週も鶴の間でゆっくり休んでいきんさいね。おかみ思うんじゃけど、カレーが日本の国民食になったのって、まあ美味しいからっていうのもあると思うんじゃけど、おかみ思うのは、味噌汁と作業工程がほぼ一緒だからじゃないんかねって思うんよ。俺に加賀屋の鶴の間第118拍目です。ハッシュタグ加賀屋の鶴の間でも感想などたくさんつぶやいてください。はい、よろしくお願いします。そのさ、そのダンディさんみたいにさ、はい、シューって消えてくのやめてよ。その右手だけ出してさ、はけていくのやめて。今週からその俺がね、そういうことになって、そうそうなんですけど、いやびっくりしましたよ、はい、そのなカレーがうんぬんって言ったけど、そうなんか思ってね、確かにね、お玉の上にちょっとルー乗っけてみたいな、チャ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 っていう感じとか、まずお湯に具材入れて、で最後味噌溶くじゃん、うん、それと同じようにカレールー入れるみたいな、うん、作業工程が日本の食事に合ってたから、うん、っていうのも一因なんじゃないかなと思って、おかみが。でも、うん、これってさ、うん、ルーが固まってる状態で流行ったのかな、カレールーっていうの。あれはでもそれができてから爆発的に流行ったんじゃない、うん、だからもう本当に、うん、マジでその逆じゃない、その味噌に寄せようと寄せたんじゃない、それも。企業努力として味噌みたいだからじゃなくて、お味噌汁みたいだからじゃなくて、お味噌汁みたいにしようっていう。なるほどね。てか感覚だけであるある言ってない。その想像で言ってない、なんか調べてないよね、だって。今日、全然調べてない。全く。そうなんだ。そう、ちょっといろいろそのカレーで今日は言おうと思って。いろいろ決めて。何？お題が与えられてんの？どこから考えていいかと思って、で、今朝その喫茶店でカレー食べたから、カレーで考えようと思って、きっかけ欲しいのやっぱり、そのあるある考える時って。すごいじゃん。そう、生活を全てをさ、その男おかみに捧げてる。いやそうね。その24時間男おかみのことだけ考えろって言うもんね。言わない、お笑いよく。そうは言わないのよ。いやそのね、前回ね、放送本編でさ、加谷さんのトークが30分カットされるっていうさ、前代未聞のね、収録後の1時間で半分30分カットされる。すごかった。かつていただろうか、これまでカットされた。だからもうね、芸人が、収録を伸ばさないようにしよう。15分
喋って、うん、コーナーやって、ね、エンディング喋って終わり、うん、ぴったり終わる、うんうん、ちょっとやっぱり今かかってるもんね。だってかかってった。だってさ、嘘、おう、なんか鼻息だけすごい。そのアクリルが今その真っ白になってたからさ、かやの鼻息で、そんなじゃないだろ、かやの鼻息でアクリル真っ白になってたからおう、ちょっとあれだったけど、もう全然もっとリラックスしていいんだよ、もうそのラジオなんだからさ。それもちろんそのあなたがさ本番前にいつでも神回にしたいって言ってたのは、うん、それ共感するけど、それもちろんそうよ、もちろんそうだけど、そうじゃない姿もね。なんか神回と言ってなかったらなんだ、なんか爆裂回みたいな、爆跳ね、爆跳ねか、爆跳ね、爆跳ね回にしたい、爆跳ね回にしたい、毎拍爆跳ねにしたいとは思ってるんだけど、うん、あ、もう素晴らしいですよね。もう毎拍ってスッと出てきてる、毎拍毎拍、もうリラックスして何でもいいですよ、本当に何でもいいのね。そう、まあ、本来そういうね、うん、場所だしね、うん、いやー、じゃあ最近太ってさ、おわ、いいじゃないですか。いいじゃないですか。あの太りまして、大人ですね。この間怖くてね、あのちょっと太ったかなっていう自覚はあったんですよ、もちろん。いやでもね、なんかそんなことはないけど、うん、いや、そのそう言ってくれる人が周りにいるのよ、俺も。あのこの間太ったかなとかって思って、なんかコロナ禍があって、うん、コロナになってんですよ。その、うん、そうね、うん、コロナかかっちゃって、ね、うんうん、それでその10日間ね、うん、外出れずに運動もできずに、うんうんうん、で家でずっと過ごしてて、でも俺食欲だけはあったんだ、うん、そうだからめちゃくちゃ太っちゃって、食欲だけはあったね、あったのよ、うん、そうで前と違うのは、その前はお腹がまあ出てはいたんだけど、うん、腹筋でなんとか抑えてたね俺は。常に前にもちょっとお腹をへこます、うん、ね、よく見るそのそ、なんか体重乗る時だけとか服脱いだ時だけお腹へこますみたいなのが、うん、あれがその人の見えてないところでもちゃんとやってたっていう、やってたっていう、そうそう、ずっとやってたって誰も見てないところでもやってたって、ね、それが癖になってたみたいなとこあったんだけど、その抑えが効かなくなったのよ。おお、ずっと結界だ、うん、筋力がなくなっちゃって、はあ、その何もしてなかったから、はいはいはい、お腹がちょっと出るようになっちゃって、うん、でそうそう、それで太ってきたなっていう自覚はあったんだけど、ちょっと怖くて体重計に乗れてなかったんですよ。で一時期82キロまで落としたんですけど、うん、91キロからこの間測ったら 88.5 キロ。その天狗気になるんだよな、その天狗って何が、何天狗っていいじゃん、89キロか8キロでいいじゃん、 88.5。誰に対しての誠意なのそれ。その誰を裏切ってると思ってるの今、その天狗って言わないことによって誰も裏切ってる。自分それは自分ね、言いたいのね、ちゃんと、うん、ちゃんと言いたいの、うん、ちゃんと記録しときたいというかさ、うん、俺は 88.5 キロなんだっていう、だからそれでもう88めっちゃ太っちゃったから、うん、もうまたダイエットしたいなと思って、うん、ダイエットしますと、うん、彼女にも言って、うん、とりあえず完食はしないと、うん、いう風に決めた、うんうん、だけどね、もう怖いですよ、本当に怖いです。この間ね、怖い、ワンピースがめちゃくちゃ話題になった週があったじゃないですか。もうずっとワンピースの話してるじゃん。ずっとワンピースの話してる。これは別にそのワンピースは、まあうん、まあちょっとまあ関係ないじゃないんだけど、うん、だからさ、俺もうめっちゃ、まあ、好きだから、うん、ジャンプ買おうと思って、うん、でもめちゃくちゃワクワクして、うん、わこれ帰ったら読もうとかって思ってレジ並んだら、うん、気づいたらコーラとシュークリームを持ってたんですよ。え、怖い話で。はい、え、ジャンプ持ってたんじゃない？ちょっと、うん、ジャンプだけ持ってた感覚なのよ、うん、でも並んでちょっとあれなんか持ちづらいなと思って見たらコーラとシュークリーム持ってたんですよ。太らざるを得ないよ、そんなそんなやつ。危ねっつって、うん、戻して、うん、ジャンプだけ買ったの。それは本当に、え、うん、褒めるか。すごいなとなるわけないだろ。なんで今ドヤ顔して、すごくないよ何にも。なんで今ドヤ顔したわけ。そのコールドシュークリーム置いたんすよ。いや、そこが決めなわけないじゃん。何言ってんだよ。俺もびっくりしたの本当に、うん、おいやいや、なんでその客観的に言ってんのか分かんないけど、うん、結果的にはジャンプだけ買って、そう帰れたのね。帰れた、うん、そりゃそうなんだけど、うん、まだ余談を許さなすぎるなと思って。
ちょっと待ってそのそのあなたやもうその伝説の一日ダウンタウンさんの漫才を見た影響がもうフルに出てるけど、え今そのまっちゃんがその漫才で言ってたセリフもうそのまま言うその余談を許さんよねっていうのをさその言ってたセリフがあってさ、それ話をずっとしてたじゃんさっき。いやしてた、ね、それを今フルで言ってたね余談を許さないってマジでこんなにピュアな芸人いるこんなに松本さんが好きで松本さんの言ってたことそのまま言う芸人いるの。いやそうマジで無意識の話してたら最後に無意識無意識が出た持ってた今抱えてたよ抱えてたよ余談を余談を許さんよね抱えてた。いやこれはそうです ねなんでまとめれると思ったの 今これはそうですねってまとめれるわけないじゃんそんな。うんそうなのよね。そうそういやまあまあね分かるよその出ちゃうくらいね、うんうん、いや俺も、うん、いやこれで一個だけ本当にマジで一個言いたいのが何そなんかすごいジャンプの話をしてくるんですよワンピースの話すごいしてくるんですよなんかそんなしてるワンピースすごかったみたいな。で僕はもう毎週欠かさずにずっと読んでるんですよもうビッグマムのところがすごいよっていう出てない性格のやついないんじゃないみたいな、はい、そういう話をずっとしてたんですよ、うん、その時なんかジョナサンとかでなんか話してる時あー読んでみるわみたいななんかずっと透かしてたんですよ、うん、それなのに、うんうん、今俺に今週のワンピース読んだマジ半端ないよなんかその自分で見つけてきたみたいな顔してるけど、うん、みんなそうだし、うん、みんな知ってるし、うんうんうん、なんかもうちょっとそのなんか感謝があってもいいんじゃないかなって思うんだよね。なんかここでそのワンピースの話をしたいんだったら、うん、加賀くんごめんね一回ちょっとワンピースの話させてってそれ言わなきゃいけないの俺加賀くんのおかげで知ったワンピースの面白さを今ここでありがとうすまんなちょっと話させてもらうでっていう俺それ言わないその枕言葉言わないと話しちゃいけないの俺貸してって言ってほしいちょっとごめん加賀くんちょっとワンピース借りるねワンピース借りるねって言ってほしいそれは本当にずっと思ってた。嫌でそんなの、うん、頼みますよ。いやまあまあいやそれはね、うん、それはもちろん感謝してるよそれはね。いやね、それで、うん、ミラクルボーイズ輝きミラクルボーイズっていう、うん、まあ、うん、番組収録にその知り合いのミラクルボーイズっていうのが行ってきたっていう、うん、まあねそこら辺はね、はい、YouTuber のねはい YouTuber のミラクルボーイズっていうのが行って、うん、でまあそのホームページとか見たら、うん、なんか主演輝みたいになってるそのなんか僕たちはそうは聞いてないというか、うんそうね、ミラクルボーイズです、うん、輝とはもう関係ないです、うん、っていう風にその、うん、ミラクルボーイズの人たちからは聞いてるんですけど主演かがや、うん、エンドロールとか見ても、うん、かがしょうかやそうやが一番最初にパッと出てくるその岡村隆史矢部浩之みたいな位置で出てくるんですよ、うん、違うのになと思いながら、うん、でもまあその、まあ、ちょっとその話というか、うん、その初めてゲストが来て、うん、ゲストの方が来てくださって、うんうん関取花さんっていうねミュージシャンの、うんはい、ちょっとまあ芸人さんとも最近その、まあ、オードリーさんの番組とか出てたりするんですけど、ねうん、まあこれすごいすごくてロケ力がなんかバラエティ初めてなんですよっつって、うん、僕らはミュージシャンの方だし、うん、ちょっと僕らがなんとなくこんなことしたいですって聞いてたらしい話からすると、うん、そのなんかミニコント一緒にやってほしいみたいな、うん、関取さんと一緒にミニコントやってほしいみたいな、うんうんいやこれ負担でかいぞみたいな、うん、関取さんのアドリブパートがめっちゃ多いんですよ、ね、そうねガチガチに台本決まってるわけじゃないもんね、うんうん、合間にやるみたいな、ね、なんとなく、うん、これ大丈夫かと思って、うん、始まっていやよろしくお願いしますみたいな、うん、1個目がまず食レポ、うんまあ、なんかご飯食べてちょっと軽くお話ししてから行きましょうかみたいになってたんですけど、うんうん、なんか関取さんがその思い出の地みたいな、うん、でここがこうなんですよここでね女子高生でねイケてる女の子たちはみんなスタバ行ってたんですけど私はここでイカ焼き食ってたんです、うんうんうん、あれちょっと軽妙だぞあれちょっと待ってなんかちょっと軽妙だなみたいな感じがしたんですよ。そうね、うん、面白いぞっていう感じがしてでそのいただきますって言っておいしいって一言目もすごいおいしそうに食べるわけですこれこれみたいなでその感じもすごいいいし食べてからおいしいって言ってコメントするもうえ習ったみたいな、うん、ニッチェさんとかに相談したみたいなそのクオリティなんですよ。
えって思ってて、ね、で自分らの番が来てやって終わって、うん、そのまあ大将に、うん、そのなんかそのこのお店はみたいなこと聞かなきゃいけないなって、うん、どっちが行くじゃないけどその感情探ってたら、その関取さんが、うん、すいません大将、ここのお店は何年くらいやられてるミラクルボーイズより先に、うん、で、うん、そのディレクターさんがそのカンペをちょっと書いてたんですよ。はいはいはい、でパッて関取さんを見て、うん、えって言ってちょっと手元にダラーンってなったカンペ見たら、うん、このお店は何まで書いてたんですよ、うん、先回りしてディレクターさんが欲しいやつを先回りして聞いてて、うん、ちょっと待ってください、はい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 、なんか関取さん、うん、うますぎませんかって聞いて、ね、うん、合間で、うん、いやでもラジオとかすごい好きで、うんうん、すごい好きなんですよって、うん、ジャンクめちゃくちゃ聞いてたんです、うん、あそうなんですねって、うんうん、お笑い大好きでいろいろライブ見に行ったりもするんですよ、ジャンク僕らもめちゃくちゃ聞いてましたって、うん、同世代なんですよ本当に、うん、同世代だったんで、うん、誰聞いてましたって聞いたら、うん、そのあ極楽さんって、うん、吠え玉極楽トンボの吠え玉聞いてて、うん、12、3歳でもう極楽トンボ浴びてたみたいなそらすごいな、すごいな、俺は浴びてなかったもんな、うん、そのぜひね、その TVer とかで見れるからぜひっていうような、本当最高だったね、うん、あれはね、うん、めちゃめちゃ面白かった、かやより、うん、関取さんと喋ってる時間の方が長かった、言うなそんなことあんまりマイナスだから、うん、自由律俳句このコーナーでは私かがの趣味である自由律俳句をみんなで味わいます。自由律俳句とはリズムや記号、決まった文体などのルールがない俳句です。皆さんから募集した自由律俳句どんどん読んでいきたいと思います。いや本当にね、自由律俳句のコーナーというね屋台骨がありますから、これ成り立ってるようなもんですからね。ボイパって2人ですることになったの？その両耳で楽しんでほしくて今まで俺片耳だったのかね左からしか流れてなかった。あそうなの、そう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 、俺そうだったんだそうとは絶対思ってなかったそれやっぱりその両方で流れた方がいいからさ、うん、あまあそうか、うんうん、さあやっていきたいと思います。にしてもあったなリズムが。いきます。ラジオネームメッシュ心にまみずさんの自由律俳句、はい、鋭利な紙飛行機が飛んできた鋭利な紙飛行機が飛んできた。これその、はいはい、まあ、うん、わかります。そのね紙飛行機が飛んできたっていう。うん、もうその保育園とかって、うん、めっちゃ危ないだろうなと思って。ああ確かにな。一瞬でも紙飛行機が入ったら、うん、もうトゲ飛びまくってる、ね。サクっていくやつ、ね。もう、うん、みたいな、うんうんうん、その保育士さんの。うんみたいな、うんうん、そのあの長谷川穂積みたいなそのそのギリギリで伝説のサウスポーもう避けて避けてみたいなことがやっぱみんな見れるんじゃないかなと思って、なるほど、ね、その光景が、うん、子供は無邪気に投げてるけど、うん、その凶器を投げてる、確かに強制するわけにはいかないし、はい、っていうのが浮かんですごく素敵だなと思いました、うん、続きまして滋賀県ラジオネーム肺呼吸のデメニギスさんの自由律俳句、うん、服のシワを気にする余裕がある服のシワを気にする余裕があるもうこれで一気にピリつきますからね、うん、もう怒られてんのにとかこれは、うん、でかやさんは結構これあるから、その服のシワってどころか、うん、俺を見てる感じで俺の後ろの鏡を見てることがあるから、その前ね、うんあるから、でもこれはね服のシワを気にする余裕がある、ちょっとスカート直すみたいなさ、スカートがちょっとあまくり上がっちゃってるなみたいな、うんうん、ピッみたいな、毛玉気にするとか今、うん、やめてくださいね本当にね続きまして、危ないですよ、ラジオネームパスカさんの自由律俳句、100均でも売ってる名字だ100均でも売ってる名字だすごい目線だなこれはね、これ100均でも売ってる名字だな思うなそんなことこの何なんだろうね、結婚するとかを考えてるのかな。あーなるほど、この人と結婚するとしたら女の人もさの方がさ、やっぱり名字が変わるって可能性が多いじゃん今あるね、だからやっぱり結構言うのよ、名字を考えるみたいな、そういうことか、組み合わせをね、あーなるほど、考えるみたいなこと言うから、うわー100均ネームだーみたいな、うん、安い安い、うん、みたいなね、逆にその、うん、ちょっとなんか忘れちゃったりとか、うん、あなくした時でも、うん、あ100均で買えるわみたいな、ポジティブなのもあるもんね、うん、ポジティブだね、うん、ラッキーっていう、ラッキーみたいな、うん、ってなるとさ、うん、ここはすごいよ、
ここのさ清流玄武朱雀白虎加賀加谷白武通夜にんだって俺こんなにいない名字で合算になる。いやまあそうだけど、うん、それだ私生獣ですよこれは。私生獣で例えんなよ。最弱です。最弱僕え玄武何なんだろうね。玄武が弱いっていうイメージあるよね。私神獣かな。私神獣、うんね、いやうんそう、ね、ちょっとベイブレードの言い方で私生獣って言ったら懐かしいな、ね、ベイブレード軍そうよが、うん、軍以がんざ、うん、絶対清流か朱雀が良かった、ねうん、でも俺ドラシエルがかっこよかったやっぱり一番マックスね、うん、はいすいません。続きましてラジオネームボートミンさんの自由律俳句、うん、茶色に染まったパンダの尻茶色に染まったパンダの尻笑っちゃった。いや尻で笑っちゃった尻で笑うねそれ尻で笑っちゃった光景でね。いや俺、うん、パンダ見たことがないのよ。えいやあるけど、その実物をね見たことがないと。絵とか写真では見たことありますよもちろん、うん、人より、うん、絶対こんなから一番うわ、まあ、なんか今見たことないみたいな感じ。勝手にマウント取られたと思って取り返そうとしないでよ。一番見てる本当にマジでパンダのねお尻が茶色いなんて俺思ったことがない。でもお尻って、うん、でも白かったっけなみたいな、うん、なんか尻尾が黒くてお尻が白いみたいな感じなのかなみたいな、うんうんうん、でもこれを聞くことで、うん、その毛並みの色のバランスが分かるというか、うん、お尻の周りは白いんだっていうことが、うん、あなるほどね、分かるし汚れてて、うん、なんかあでもちゃんと茶色いんだって、うん、白って恥ずかしいなみたいな、白の悪いところがちゃんとパンダとかにもあるんだみたいなあ汚れやすいのよみたいなことがパンダでもあるんだみたいなことが、結構茶色ですよねパンダって、うん、あそうなの割と、あ知らん、あ割とそう、うわあいやまあねなんかまあまあ恥ずかしいこっちゃないって、別に白竹さんがそういう話するから取っとくみたいなね、恥ずかしいことと思っちゃうから。続きましてラジオネームこんな展開アンハサウェイさんの自由律俳句学ランから飛び出すインナーの輝き、学ランから飛び出すインナーの輝き、あー素晴らしい、もう素晴らしい、もう全部が素晴らしかったです。はい、あのゴージャスさんみたいなラジオネーム、こんな展開アンハサウェイからね、その学ランから飛び出すインナーの輝き、のこれをね、そのだらしなさというのではなく、うん、輝きと取るというね、うん、男の子でも女の子でもこれを輝きと取るということが素晴らしいなという、うん、はい、素晴らしい、当時は輝きだったな、中立俳句でございました、うん、今週以上ですかね、うん、はい、今読んだ中からミニコントのヒントになる一個を選びまして来週番組冒頭で披露しますのでお楽しみに。以上自由律俳句のコーナーでした。加賀谷のつるの間、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。あーもう帰ってしまうの、え何が悪かったん、えカレーのところ最初の最初から、あ太った話して、あ時間じゃけえか、あまた来てね。さあ今週の〇〇賞いかがなさいますか。今週の〇〇、これについては特に触れない、これについては特に触れない、さっきの男女神の、うん、あなんかもうその、うん、毎週やってるみたいな感じにしてやろうと思って、してやろうと思うな、毎週言ってるからもう全員こんなところには触れないんだって、さあ今週はって言われてめっちゃびっくりした俺びっくりした、当たり前みたいにしようと思って、今週の〇〇賞なんですけれども、はい、今週の、無意識賞、そんな賞あるにしてもじゃないにしても横着じゃない、今週の無意識賞余談を許さんよ賞じゃなくてそれかもそれかも無意識、正直それかも、いやいいですよ無意識賞でも、無意識賞でいいですか今週は、うん、無意識賞はですね、ラジオネームこんな展開アンハサウェイの学ランから飛び出すインナーの輝き、いこれ素晴らしかったね、素晴らしいと思います、はい、よかったんで、こんな展開アンハサウェイには、番組特製鶴の巻キーホルダーをプレゼントします。はい、はい、いや本当にね、うん、私事なんですけれども、私事なんです、あのメルカリさん、メルカリさんわかります、メルカリさん、メルカリさん、メルカリです、丁寧ですね、あの、うん、公式マークのついてるメルカリです、だから公式アカウントみたいなのがあるんですよね、うん、SNS 上に、ああそういうことか、メルカリさんからちょっとメッセージいただきまして、えメルカリ、メルカリから直接メッセージいただきまして、加賀さんの写真すごく撮られてますよねって、俺の投稿、はいはいはい、この投稿なんですけど、この投稿ちょっとなんかお写真を借りできたりとかしないですかねって言われて、うん、メルカリさんから、
お、いや、もうぜひぜひ、春の訪れを感じる一枚、フォトコンテストっていうのがあって、そのメルカリ主催のフォトコンテストの、まあそのに、その使いたいからっていう、なんかそのどうですかみたいな言われて、お、じゃあもうぜひぜひって言って、そのまだ後日投稿しますんで、その投稿しましたら、そのあのご連絡差し上げますってメルカリから直接言われて、すごいな。でメルカリのね、その投稿しましたって言って。春の訪れを感じる一枚フォトコンテスト開催みたいな、投稿例の方に俺使われてそのエントリー、そうエントリーじゃなくて、そのフォトコンテストに出場しませんかじゃなくて、先生すごいじゃない、見本としてすごいじゃない、しかもこのような写真をのこのような写真でしょ、別に加賀屋の加賀さんもとかじゃないよ、何人かいるほんまにめっちゃ写真撮ってる人の中の一人として普通に紛れてる、そう、え、普通にすごいじゃん、そうだから僕ちょっとフォトコンテストデビューしましたいやその形でデビューはなかなかないな、はい、ちょっとその、審査じゃないですけどね、はい、僕みたいな写真を皆さん撮ってくださればと、すごいな、はい、裏切られるな、ただシンプルにあの写真がいいですということで、はい、そのカメラマンとしてお話をいただき、はい、あ、それ見れるの、はい、見れますし、はい、春の訪れを感じる一番フォトコンテストハッシュタグつけていただければ応募できますし、はい、なるほど、入選するとアフタヌーンティーがもらえますので、はい、ぜひご応募いただけたらなと、広くないアフタヌーンティー、はい、思います、あ、なるほど、はい、全てのメールの宛先は kgy@rcc.net kgy@rcc.net です。読まれた方の中から抽選で番組ステッカーをお送りします。お便りお待ちしております。加賀屋の鶴の間公式 YouTube チャンネルでは収録のビフォートークなども配信しておりますので、はい、そちらもぜひチェックしてください。スマートニュースは終わってしまいましたね。終わりました。以上、加賀屋の加賀翔と加賀宗也でした。また来週お会いしましょう。ま、でもミラクルボーイズとかのその TVer の登録とかまだ続いてるから、 そっちも知ってる、あれ何5000人くらい登録してくれてたのに、うん、今見たら、うん、2000人になってる、うん、めちゃくちゃ減ってるじゃん3000減った3000減ったやばっ、お願いします。